皆様こんにちは。沖縄県の離島黒島より直子です。皆さんお元気ですか？黒島は5月はずっと雨でした。なんと晴れの日が4日間しかなかったという、もう今年に入ってからずっと雨の印象の沖縄です。それでもみんな元気に暮らしています。さあ、みよちゃんおいで。みよちゃんです。みよちゃん5ヶ月になりました。さて、みよちゃんの性別が判明しました。みよちゃんはなんと、そうですね、このトサカ、そしてこのアゴシ、これを見てわかる通り、そうです、男の子です。みよちゃん男の子、匂いがいいんですよ。みよちゃん男の子。はい、こちらゆうちゃんです。ゆうちゃんはぴよちゃんよりもちょっと一回り小さい女の子です。まだ卵は産んでくれないんですけどね。だいたい平飼いで飼ってるニワトリっていうのは半年ぐらい経たないと卵を産んでくれないそうです。ぴよちゃんそしてトンちゃん、トンちゃん今奥の方にいるんですけど、トンちゃんもトサカが大きく元気な男の子です。男の子が2羽、そして女の子が1羽ということになります。さて、古民家のリフォームですが、今日はバスルームの部分をご紹介していきたいと思います。もともと物置だったところに問題が発生したために、それを全て取り除いて壊してからまた新しくバスルームを増設したという形になります。その問題とは何なのか、そして約5ヶ月をかけて完成したバスルーム、どうぞご覧ください。また動画の最後には新しく増えてしまった家族もご紹介していきたいと思います。この動画最後まで見どころ満載となっておりますので、どうぞ最後までご覧ください。それではどうぞ。これはやばい。ほとんど移動。やばい。